赤岡町は高知県上郡に存在した町。高知県のほぼ中央に位置していた町で、日本の市区町村の中で最も面積が小さい自治体であったが、2006年3月1日に江南市となり、現在は同市の町名となっている。人口は3000人強しかなかったが、非常に狭い町であるため、1平方キロメートルあたりの人口密度は政霊指定都市である。 福岡県北九州市とほぼ同じであり、全域が市街地となっている。市街地は太平洋に沿って隣接する旧吉川村、旧鏡町岸本、旧安町南部とほぼ一体化している。特産物として、イワシの地魚泥目が有名。この小さな町に、小中高校、警察署、鉄道駅、銀行の支店が二つ、さらに協定場外イフ県売り場がある。 赤岡の名の起こりは、その昔、沖合から見ると一帯が赤く盛り上がった丘のように見えたことからと言われる。古くは丹領とも呼ばれ、上群衆我が里に属していた。江戸時代は土佐藩領で、江戸期には商業が盛んとなり、赤岡の死は当時から知られていた。明治大正省は平成漁業と商業が中心町村制以来、大技は編成していなかったが、 1993年に隣接する鏡町と境会変更したことに伴い、大技徳王子が誕生。隣接する吉川村と赤岡町、吉川村地域教育推進協議会を設立していた。ありがとうございます。